どうも、ヤクモコマチです。戦国姫セブン番外編、始めていきましょう。今回はですね、もうだいぶ東北勢が終わってきたんで、一番上の津軽さんを行こうかな。これ名前なんて読むんだろう。このね、毎度のことながらね、ここで調べるっていうね。いや、取る前に調べとけって話なんだけどね。多分南部家の新しい人だよね、これ。この子だね。津軽為信さん。あ、待って、この人すごく綺麗。この子綺麗だわ、あの衣装が。あ、これいいな。じゃあやっていこうか。あれ？夜？ふう。気がつけばため息がこぼれていた。肩も凝り固まり、伸びをしてみれば関節が軽く音を立てて疲労を伝えてくる。いつの間にやら外も暗くなっていて、燃やしたろうそくも寿命を終えそうにゆらゆらと揺れていた。仕事に夢中になっているうちに随分と時間が経っていたらしい。まだ少し残っているが、明日にするか。さすがに夜中は冷えるな。寝る前に川へ寄ろうと肌寒い中を歩いていく。ピタピタと自分の足音だけが聞こえた。それが闇に飲まれてすぐに消える。まるで吸い込まれるかのように。さすがは草木も眠る牛蜜時だな。静かだ。めったに起きてる時間ではないので、その静寂が珍しい。物音一つせず、人影ももちろんなく。ただただ闇に飲まれたように、光は欠片も見当たらない。見慣れたはずの景色なのに、全く異なった趣が眼前に広がっていて、少しだけ背筋が震えた。うっ、寒い。早く用を足して部屋に戻ろう。わざわざ口に出して呟いたのは、あまりにも無音で、それが不気味だったからだ。あ、でもこれね、なんとなくあるよね。やっぱりまあ、無音とかもあるし、なんか考えることするときに、ちょっと口に出した方が、整理しやすいってのはね、あるんだよね。あ、俺がよくシミュレーションゲームをやってて、配信にせよ動画にせよね。結構いろいろ口用にしてるのは、その方が整理がやっぱしやすいっていうのもあるからかなんだよね。本来なら、まあ何かしらメモ書いたりした方が楽だったりもするんだけどね。まあそれをできない上にっていうんで、まあ、口に出しながら組み立てていくっていうのがあれですね。では、まず行きましょう。自分がこんなに気の小さい人間だったのかと驚くほどだが、それぐらい夜の闇は圧倒的だった。来た。一度怖いと思ってしまうと、どうにもいけない。ついてくる自分の足音も、なんだか心細そうに聞こえた。来たってなんだ、来たって。来た、足音の擬音って来たなの。来た、ペタ。ペタペタはなんか足元濡れてる感じか。やっぱ来たか。パタパタはなんか走ってる感じするしな。パタパタみたいな。なんか飛んでる気もするな、これ。タッタッタとか。でもこれもなんか違う気もするしな。うん、来たなんだろうけど。なんかちょうどいい擬音語ってなかなかないのかな、これ。まあいいよ。足音だけが聞こえてくる。虫の鳴き声すらない。風も吹いていないから、木々のささやきもしない。本当に自分の足音だけしか聞こえず、まるでこの世には他に誰もいないんじゃないかと、そんな気分にすらさせた。このセリフね、前回安藤さんで聞いたね、しょっちゅう。もちろん、そんなのは錯覚だ。気の小ささに再度苦笑いが漏れる。瞬間、ぐにゃりと足元が歪むような感覚が俺を襲った。え？はっとなって足を止める。すると、まるで夢でも見ていたかのように、平静を取り戻す。目をこすって視点を落とせば、何の変哲もなく、足はしっかりと床を踏みしめている。なんだ、この感覚は。来た。おかしい。絶対に変だ。ぞわりと、今度は奇妙な不快感が背筋を震わせた。何かがおかしい。でも、その何かがわからない。とにかく川へ行こうとこう。そう考えて、俺はさらに足を早めた。来た。これね、読み方がわかんねえんだよな。これでいいのかな、俺の読み方で。
ひたひた。たひたひたひ。たひたひた。した。たひたひたひ。まさか。はっとするものがあって、慌てて足を止めた。ひた。間違いない。足音がずれてる。まるで、やまびこか、風呂場のように足音が遅れて重なり聞こえていた。なんだこれは。わけがわからず、恐怖が膨らんでいく。なんだ今のは。音？声？瞬間、かすかに何かの音が聞こえて、びっくりとしながらも、血の気が引いた。恐怖でほとんど頭が真っ白になる。それでも必死に状況を見極めようと、不審なことはないかとあたりを見回した。その時、中庭の方で、ぼーっと人影が浮かび上がった。え？なんか、全裸だな。女の仕掛けだ。それも、なぜか、一矢まとわぬ姿で、白く艶めかしいほどの肌を晒している。美しい。だが、美しいがゆえに、青白く浮き上がるその様子に、血の気がさらに引いていく。まさか、まさか、もののけの類、あるいは幽霊なのか。恐怖がさらに膨らむが、落ち着け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 。幽霊なんていない。いるわけないんだ。落ち着け、俺、よく観察しろ。知ってる人なんじゃないの？必死にそう心の中でつぶやきながら、俺はなんとか平静を保ち続ける。幽霊なんかじゃない。あれは幽霊じゃない。ただの人のはずだ。だが、だとすれば、あんなところで、あんな格好で一体何を？それとも、まさか本当に幽霊なのか？ごくりと喉を固くなった唾が無理やり通り抜けていく。こうなったらと、意を決して俺はその人影に近づこうとして、瞬間、ドンとその人影が目の前に飛び出してくる。可愛らしいな。やっぱ可愛いんだよな、この人。綺麗だし。まあ、見えないのは仕方ないとして。目が飛び出しそうになる。が、漏れたのは声にもなり損ねた空気の塊だった。だが、次の瞬間、夜風に吹かれて女の髪が激しく波打った。うわぁ！木の切り裂くような悲鳴が鼓膜をつんざく。その声の大きさに声を抜かして、俺自身も悲鳴を上げていた。いやいや、見ないでください！見ないで！うわぁ、うわぁ、うわぁ、って、え？あれ？え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 ？悲鳴？幽霊が俺より怯えて悲鳴を上げ続ける。そんな様子に急速に冷静さが戻ってきた。違うんです。違うんです。本当に毎日こんなことしてるわけじゃなくて、今日はそのたまたまですから。なんだろう。水浴びしてた感じなのかな、これは。声をかけるが、女は長い髪で自分の体を隠しながら、ほとんど我を忘れた状態で、違うとまくし立て続ける。ひょっとして、幽霊じゃない？とっくに分かってはいたが、あえて口に出して言って、冷静さを取り戻す。その間も、女はひたすら混乱した様子で、涙すらその目ににじませ始めた。さすがにかわいそうになる。とりあえず服を着てくれ。はい。コクコクと何度もうなずきながら、それでも女は大事な部分が見えると思ってか、うずくまって動こうとしなかった。仕方なく、俺は着ていた服をかぶせてやって、先にその場を後にしたのである。それから少しして。お恥ずかしいところ。お見せして申し訳ございませんでした。あ、そう、これ結構綺麗じゃない、この衣装。さっき名前を見るためにね、調べた時に出てきたんだけど、この衣装がなんかちょっと、まあ、刺繍というか模様が入ってるっていうのもあるんだけど、なんかちょっと爽やかな感じがしてすごく綺麗なんだよね。まあ髪色とかも相まってるんだろうけど、
いいね、この衣装。まあ、ちょっと変わった形をしてるのは確かだけどね。あの、二の腕のあたりとか。それ、まあ、なんか袖って感じなのかな。ちょっと、鋭利ではないんだけど、なんか、角張ってはいるけどね、先っぽの方とか。すごい風になんか尖ってね、それ。プラスチックか何かかなと思うような形してますけど。あ、鎧なのかな、それ、その二の腕のとこについてる丸い部分って。硬そうだもんね、明らかにね。腰についてるのも、それ多分、まあ、それは多数に鎧だろうけど。いやー、いいな、これ。いや、いいんだ。だから顔を上げてくれ、ためのうどの。身なりを整えた女が俺の部屋にやってくる。女は津軽為信。つい最近当家にやってきた武将だった。なるほど、道理で見知らぬ顔なわけだ。あんなところ、あられもない姿をまさか軍師殿に見られるなんて。私、もうこのお家にはいられません。そういう子多いよね。なんかあの、もういられないですとかって。この子も東北、てか南部家なんだよね。あ、待ってくれ、ためのぶのど。そう早まるな。とにかく、なんであんなことをしてたのか教えてくれないか。今のも泣きたいし、逃げ出してしまいそうだ、ためのぶのど。ちょっと若干噛んでんな、俺。ためのぶね、ためのぶ殿。なんか若干言いにくいな。俺は事情を伺った。すると、ためのぶのどは耳たぶまで真っ赤にさせて、おつおつとここへになりながらも理由を話してくれた。こともあってか、いろいろと、なんというか、鬱憤が溜まってたんです。容量が得ないな。鬱憤が溜まってて全裸になってたの。おうって感じなんだ、それは。鬱憤、はい、といっても深刻なものではなく、おちょっとした鬱憤です。お、覚えることが多いとか、知らない人だらけとか。ああ、その鬱憤は、うん、まあそれはそうなんだろうけど、要するに慣れない環境に精神的な疲労が溜まったということだろうか。それでどうにも我慢できなくなって、溜まってるもの全部を解放しちゃえって思って。あんなこと。解放の仕方が随分大胆だ。なるほど。わかるような、わからないような理由だった。私、昔からああなんです。何も身につけずに裸で歩き回ると、それがすごい開放感で、気持ちよくって、頭の中真っ白になって。大丈夫？なんかちょっとやばい子なのかな。心配になるわ。思い出したのか、ぽーっと頬に赤みがさす。そうしたら、嫌なこと全部忘れられるんです。そうしたら、いつの間にか、ちょこちょこやってる間に癖づいちゃったのか。おかげで、それを見られて気持ち悪がられることもあって。ああ、今までも見られてたんだ。だから、今回は我慢しようって思ってたんですけど、できませんでした。気持ちの悪いものをお見せして申し訳ございませんでした。ゲアさせていただきます。あ、それゲアって読むのね。ちょっと待った。それはいくらなんでも早計すぎる。どうやら東京猿気でいるらしく、俺は慌てて腰を浮かせた。でも軍師殿も内心では気持ち悪いと思ってますでしょ。夜中に裸でうろつく女なんて。そうか、水は描写だわけじゃないんだよな。裸で本当にうろうろしてただけか、徘徊してただけか、本当に。気持ち悪いっていうより、怖いだな。でもそうとは口にせず、俺は頭を振って説得を試みる。違うな、試してみるか。ん？試みるでいいのか、今の場合。難しいな。まあいいや。思ってないし、そんなことで優秀な人材を手放すほど、うちの当主は心の狭い人じゃない。少なくとも、俺自身は、ためのぶ殿に出て行ってほしいなんて考えてない。
それに言いふらしたりもしない。もちろん今後は控えてもらいたいというのが本音だが、仮に続けてもらったとしても害はないわけだし、問題ないと思ってる。本当ですか？なんかちょっと焦ってるね。じゃあひょっとして私ここを出ていかなくてもいいんですか？あ、焦ってる顔差分だよね、それ。なんかさ、汗っぽいのがなんか飛んでる、なんか飛んでる？あれ、顔差分で。もちろん、俺にその癖を知られるのが嫌だって言うなら、無理に引き止めることはできないが、できればここにいてほしい。あ、やっぱそうだね、消えたね。言うと同時に、ハメドムノドの顔に安堵の笑顔が広がった。よかった。ソーマさんに許していただけるのであれば、こちらで働きたいです。一生懸命働いてください。許すも許さないも、とっくにためのむ殿は当家の仲間だよ。ありがとうございます。私のこの癖を受け入れてくれたのは相馬さんが初めてです。受け入れたっていうのはちょっと違う気もするが、まあ本人が納得してるならそれでいいだろう。改めてこれからよろしくお願いします、相馬さん。あ、よろしく頼む、食べのむのの。言いにくいな。なんか、不穏な音鳴ってる。食べのむののとの一件があって以来、問題ないと言いながらも、心の中で心配はしていた。事情はどうあれ、夜中に裸でうろつくような人で、本当に大丈夫なのか、と。なので、俺はことあるごとに食べのむののの様子を伺っていた。では、今から訓練を始めます。みんな怪我がないように真面目に取り組んでくださいね。任せてください、津軽様。俺たち津軽様の命令ならたとえ火の中水の中ってやつでさ。調子いいこと言いやがって。津軽様に気に入られようと張り切ってんのか。俺たちだって頑張りますぜ、津軽様。さあビシバシ鍛えてください。期待してますよ。では皆さん、ね、津軽さんってこれ初めてじゃないんだよね、こういう武将。槍の素振りから始め。確かね、3違うね、2の時だったか、3、あ、でも3かな。なんかそのぐらいの頃にもね、一回いたんだよね、津軽ためのぶって。ああ、ただね、こんな子じゃなかったはずなんだよね。あの、性格がじゃなくて見た目もだけど。我こそは津軽ためのぶ、我に挑む者はいないか。あ、そうだ、昔の津軽ためのぶって、あれためのぶだったのかな。あ、まあ、多分そうだったはずだけど、確か津軽って名前、名字は確かだったはずなんだけど、確かね、昔いたキャラってね、青龍円月と思ってたんじゃなかったかな。ここにいるぞ、津軽ためのぶ、我が槍の餌食となれ。津軽様気をつけてください、敵が来ます。任せてください、敵の大将の首この津軽ためのぶがいただきます。くっ、なかなかやるな。甘いです。いやー、敵将撃ち取りました。勝ち時を上げてください。あ、普通に頑張ってやれてますね。まあ武将だしね、これぐらいは。いやー、ためのぶ殿、今回の働きお見事だった。特に敵将を打ち倒したあの剛腕、あれのおかげで敵は総崩れだ。一番の手柄だな。ありがとうございます。ですが、相馬さんの兵との連携がわずかに遅れて、こちらにも予想以上の被害が。ああ、それは俺も感じていた。すまない、無駄な命を散らしてしまった。その恩礼に報いるためにも、より一層の努力を誓わせていただきます。ですから相馬さんも兵たちのために誓ってください。ああ、誓おう。必ず命を無駄にしないために努力させてもらう。必ずだ。ありがとうございます。その言葉こそ何よりの褒美です。すんげえいい人じゃんこの人。俺はホットアンドのため息を吐き出していた。どうやら杞憂だったらしい。ためのむ殿は十分に優秀で、兵にも慕われ、あんなことがあった後も俺に物落ちせず期待以上に働いてくれていた。それに俺が秘密を守っていることも分かってくれているようで、言葉にこそしないが、
それなりに信用を置いてくれているらしく、それがまた嬉しい。これならもう何も心配する必要はない。今後は様子を伺うようなことはしなくていいだろう。そう思って俺は改めてためどもどもが当軒の仲間になってくれたことを喜んだ。そんなある日、てかこの人のイベントなんか長、結構長めか。あら、相馬さん。ためどもどの買い物に出かけた店でばったりとためどもどのと出くわす。お互いこんな場所で出くわすと思ってなかったのか、同じような驚きが顔に浮かんでいた。珍しいな、こんなとこで会うなんて。買い物か何かか。はい、良い串があると聞きましたので、それを求めてやってきたんです。そう言ってためどもどの手には確かに高そうな串が。漆塗りの特有の艶やかな一品で、見た目にも上品な、いかにもためどもどのに似合いそうな串だった。なるほど、そんなに髪が長いと手入れも大変だろうからな。串だってこだわりたくなるのかもな。はい、なんといっても髪は女の命ですから。そうでなくても私ちょっとした理由があって髪を伸ばしてるので、手入れは欠かせないんです。ああ、理由があるんだ。なんだろう、ちょっとした理由。どんな理由なんだ。ああ、相馬さんはやっぱ三国志を、多分同じ人だな。これ三国志、確か大陸の歴史書だったかな。詳しくは知らないけど、確か兵法に関係ある部分だけ知人に見せてもらった記憶がある。ではその三国志に出てくる関雲長という武将はご存知ですか。関雲長、確か有名な武将だったような。そうなんです。首をひねった俺に言葉をかぶせるようにためのむ殿が声を高くする。ためのむ殿にしては珍しく興奮しているようで、驚く俺を見ながら嬉しそうに言葉を続けた。有名で強くて人柄も良くて生き様もかっこよくて、全てにおいて完璧な私の憧れなんです。おめ、すげえ、あの目が光ってる輝いてますぜ、目をキラキラと輝かせてためのむのは胸の前で手を組む。なるほど。でもそれと髪と髪の毛とどういう関係が。あ、ひょっとして関雲長も髪が長かったとか。尋ねるとためのむのは照れたような苦笑いをこぼして、長い髪をわずかに左右に揺らした。いえ、関雲長は髪ではなくひげがとても美しいと有名なんです。おまけに長く伸ばしていたそうで、備前府とあだ名されたほどだとか。これは俺も知ってるね、なんか聞いたことあるもん。私は女なのでひげは生えません。ですから代わりに髪を伸ばそうと思いまして。なるほど、それでそんなに綺麗な色つやをしているんだな。本当ですか。相馬さんに褒めていただけると嬉しいです。さぞかし手入れが大変なんじゃないか。はい、ですが憧れの人に近づくためですから苦にはなりません。そう言って微笑むためのものは本当に嬉しそうだった。確かにそうだな、尊敬する人がいればその人に近づくための努力はむしろ糧になる。俺も同じだからわかるよ。はい、まさにそうなんです。だから髪の手入れが楽しくて楽しくて、ついでに椿油も買ってしまいますね。椿油、ほう。俺との会話で今日が乗ったのか、ためのもののは串以外にも髪の手入れに使う道具をいくつか追加で買い上げる。そんな様子が微笑ましくて、気がつけば目を細めてそんな光景を見つめていた。あ、ちょっとずれた。さあ続き行ってみましょう。ある日の夜のことだった。おっと、夜か。あれ、たまらず絶句して俺は何度も目の前で正座するためのむ殿を見つめて、まぶたを瞬かせていた。ためのむ殿は神妙な顔つきをしており、決して冗談や嘘を言っているようには見えない。それだけにこっちも冗談を返すこともできず、気がつけば口が塞ぐようにパクパク、塞ぐようにでいいのかな、パクパクと開閉を繰り返していた。それでもなんとか片つばを飲み込んで尋ね返す。それはそのどうにもならないのか、
はい、どうにも抑えられないのです。そしてこんなことを頼めるのも相馬さんしかいなくて、まあ、要はあれでしょ、脱いじゃあれでしょ、念のためにもう一度タメノブの口から聞かせてくれ。どうしたいんだって。ポクンと小さな顎がうなずかれる。そして緊張した面持ちでタメノブは軽く息を吸い込み、意を決するように言った。誰もいない真夜中に全裸で屋敷中を練り歩きたいんです。だいぶ大概なことを言ってますね、この人。おう切羽詰まった顔でとんでもないことを改めて告げられて、なんと形容してよいのかわからない吐息がこぼれていく。カメノブ殿が俺の部屋に来たのはつい先ほどのことだった。そこで今と同じように抑圧された願望を聞かされ、度肝を抜かされていたというわけである。ぐしぐしと頭をかきむし、さらに尋ねる。確か鬱憤が溜まってそれを解放するためにあんなことをしてるって言ってたが、何か当家に不満でも。それはありません。とてもやりがいのあるお仕事を任されてると思ってますし、ろくだかも納得いくものです。ではどうして。ほっと頬をあからめてためのむのは恥じらいながら答えた。してはいけないと思えば思うほど、それがまた鬱憤になってしまって、おかげで今自分を解放したくてしょうがなくなってるんです。ああ、なんだろう、背徳感的な、そんな感じかな。なるほど。それはなんとも難儀だ。多分、癖づいちゃったのが問題なんだろうね、この人。お願いです、相馬さん。何かお知恵をお貸しいただけませんでしょうか。それに、鬱憤のたまる原因の一つは、相馬さんにもあるんですよ。なんですと？俺に？どういうことだ？もし黙ってあんなことして誰かに見つかったら、秘密を守ってくれてる相馬さんにもご迷惑がかかるかもしれませんし。ああ、そう考えたら余計にイライラして、鬱憤が頭の中でモヤモヤしだして、どうしていいのかわからなくなってしまうんです。困った人だな。理不尽な理由をやや錯乱気味に口にして、これはかなり追い詰められてるなと俺は腕を組んでうなった。真面目なためのものだ。不平や不満をうちにこもらせる傾向があるのは分かっていた。例の露出趣味はその鬱憤を取り除く重要な気晴らしだったんだろう。それがなくなり心に重いものを抱え込んでしまっているというわけだ。確認しておくが、見られたいってわけじゃないんだよな。あくまで裸でうろつきたいっていうだけなんだよな。もちろんです。誰かに肌を晒すなど心に決めた人以外はごめんです。この津軽為信、そのようなハレンチな趣味はありません。まあ屋敷を徘徊したいと言ってる時点でそもそもだいぶハレンチなんだけど、まあ置いとくか。そうか、なるほど。それは確かにごもっとも。流せるところは流して、とにかくうなずき、ならばと俺はとある提案を口にしたのだった。そしてそれからしばらくして、あの相馬さん、そろそろよろしいですか。ああ大丈夫だ。背後から聞こえたためのぶ殿の声に応える。すると頼り投げな足音が続けて聞こえた。誰もいませんか。本当に他に誰もいないですよね。大丈夫、俺以外に誰もいないよ。じゃあこっち向いたりしないでくださいね。絶対ですよ。ああ分かってる、絶対に振り向いたりしないから。じゃあ、それじゃあ、ぴょんと意を決するように飛び出してくる足音が今度は聞こえた。続けてうっとりとした吐息混じりの声が鼓膜をくすぐってくる。全体に夜風が当たって、ため息どの、あ、違う、
為信殿の抑圧から解放された声だ。決して後ろを振り向くことなく声を聞いて、俺は内心誰かに見つからないかと怯えていた。何のことはない。提案とは、為信殿の露出趣味がバレないよう、俺が誰か来ないかを見張るという、それだけの代物だった。とはいえ、これはこれで何とも緊張する。これ見つかった場合やばいんじゃないのかな。どうなんだろう。後ろに七まとわぬ姿の為信殿がいるなんて、もし俺が振り向いたりしたら、為信殿はどうするつもりなんだろうか。いや、そんなことするつもりはもちろんないけど、発射ない行為であることもさることながら、今まで築き上げてきた信頼を失う行為だ。せっかく東京のために頑張ってくれる為信殿なんだから、ここはちゃんと勤め上げないと。ちゃんと勤め上げるけれども、はあ、やっぱりこの解放感うっとりします。素敵、楽しそうだな。時折聞こえてくる声に艶めかしいものを感じて、体の男の部分が反応しそうになる。それを必死で沈めていたその時あ、武将が来た。今宵の酒は格別だな。い、突然遠くから声が聞こえて振り向けば、見知った武将がこちらに向かって歩いてくるのが見えた。それも二人も。まったくだ、大いに飲んで大いに騒いだ、満足じゃ。まずい、このままだとこっちに来る。しかも予想以上に足が速い。とっさに為信殿に声をかけようと思ったが、このままだと間に合わないかもしれない。そう考えて俺はとにかく走り出していた。どうするの為信殿。ち、今はとにかく黙って。驚く為信殿にユームは捨てたず、体ごと覆いかぶさる。そのまま服をかぶせて、せめて顔だけは隠した。その時だった。おや、軍師殿ではござらんか。こんなところで何をしてるでござるか。ピクッと組みついた為信殿の体が恐怖でこわばる。落ち着かせるように背中を撫でながら、俺は努めて明るい調子で声を上げた。おいおい、ヤバのこと聞くなよ、わかるだろ。チラリとはみ出た為信殿の足に視線が向けられ、その顔が破顔した。さすがは軍師殿、さすがは名打ての女たらしですじゃ。確かに確かに、馬に蹴られて死にとうはない。さっさと退散するでござる。あの物分かりがいいな。これ乱雑な武人の威厳からはさほど遠い足音を残して、男たちはようやくその場を後にした。ふう、助かった。その後ろ姿が完全に消えてから、俺はようやく為信殿から離れた。大丈夫か為信殿。あの、危ないところありがとうございました、相馬さん。いや、こっちこそギリギリですまない。もっと早くに対処できればよかったんだが。いえ、そんな、十分です。ではその、今日はもうやめておきます。それでは失礼します。そう言って為信殿は自分の服をひっつかむと、そそくさと逃げるようにその場を後にした。その態度に、しまったと後悔の念が浮かぶ。なるべく体には触れないようにしたつもりだけど、対応を間違えたかな。去り際に見せた為信さんのあの目、状況が状況なだけに言葉にこそ出なかったが、避難めいた色を感じて、俺は申し訳なさに頭が自然と下がる思いでいた。お、なんかいい感じな音流れてるな。何度目になるかわからないため息をこぼして、津軽為信はこれまた何度目になるかわからないことを考えていた。相馬さん、本当に申し訳ないです。頼んだ団子はとっくに串から消えていた。それでもずっと同じ椅子に座り続けて、為信は相馬のことを考える。あの時は本当にドキッとしました。いきなり覆い
かぶさってきて、正直襲われるかもって。先日自分の性癖に付き合わせてしまった時のことだ。その時のことを思い返すためのぶの胸にふっと火が灯るような感情が湧き上がる、あ、浮き上がるだ。おまけに相馬さん自身が誰かとイチャついてると誤解されるようなことをしてまで助けてくれて本当に申し訳ないです。これ以上相馬さんのご迷惑になるようなことは慎まないとと思うんですが、でも我慢しようとすればするほど大変だな。チクチクと痛む胸を抑えて、タメドムは何度も重いため息を吐き出し続けた。まさかさっきのイベントあんなに早く終わると思わんかったぞ。次行こう。はぁ、今日もやっと終わりだな。疲れた。思いっきり伸びをして、すべての仕事から解放された喜びに浸る。心がほどけていくような感覚が心地よくて、早速あくびがこぼれた。それを噛みしめて布団に潜り込もうとしたその時、不意に部屋の外に気配を感じた。あの、相馬さん、タメノブです。今、少しよろしいでしょうか。タメノブ殿、どうぞ入ってくれ。失礼します。すみません、お休みになるところだったんですね。いや、構わないよ。準備をしてただけで、まだ眠くはないから。嘘も方便だ。そう言って気を使わせないようにして続きを促す。だが、タメノブ殿は暗がりでもわかるほど顔を赤らめるばかりで、戸惑うように唇を噛みしめていた。この様子にピンときて、俺はなるべく恩着せがましくならないような口調を選んで言った。ひょっとして、また我慢できなくなっているのか？だとしたら手伝うぞ。露出癖のあるタメノブ殿である。そしてそれを知っているのは俺だけ。そういう縁があって、何度か裸で城内をうろつくのに付き合ったことがある。だが、タメノブ殿は長い髪をわずかに左右に揺らして、潤んだ瞳で告げてきた。今日は、相馬さんにお伝えしたいことがあって、参上しました。お、来たね。俺に？尋ね返すと、コクンとうなずきながらも、戸惑うように何度か唇が開閉を繰り返した。しかし、キュッとその唇が引き締められる。続けて、瞬瞬を突き破るように、鋭いか震える声が鼓膜を打った。私、相馬さんのことを好きになってしまったんです。俺のことを？え？突然の告白に面食らう。だが嘘や冗談でないことは目を見れば一目瞭然だった。戸惑いながらもいい加減な返答は許されない。そのことをすぐに誘って、俺は佇まいを正し、タメノブ殿に向かい合った。ありがとう、タメノブ殿。だがすまない、俺には他に思い人がいるんだ。あ、いるパターンか、これかい。そうですか。息つるような呼吸とともに、タメノブ殿が苦く笑う。感情を押し殺そうとして失敗したような顔だ。だと思いました。なんとなくですけど、そんな人がいるんだろうなって。まさか態度に出ていたか？してください。気づいてる人は少ないはずですから。そうか。何と答えればよいのか分からず、曖昧な笑みが浮かぶ。悲しそうな微笑みが目にではなく心に焼き付いた。分かっていて、それを承知でお願いがあるんです。お願い？はい。一夜だけで構いません。私に思い出をいただけませんか？即答できず、唇が自然と引き締まる。だが必死に訴えてくる視線がためらいを打ち破った。わかった、そこまで思ってもらえるなんて。この子の本懐だねんのかな。一夜だけでいいなら、ためのむ殿の願いを聞こう。ありがとうございます。それなら、ぜひご一緒したいところが。あれ、外ですか。タ
メどもに誘われて連れてこられたのは森の中のとある一角だった。月明かりと星の瞬きを頼りに茂みの奥へ分け入っていく。すると突然開けた場所に出て夜の涼しさを払いのけるような暑さを感じた。見れば地面から水が湧き出しており、湯気がそよいでいる。あれはまさか、ひょっとして温泉か。まさかこんなところに湧いていたなんて。はい、私もこの前偶然見つけたんです。誰も知らない、まさに秘湯ですね。言いながら雨の部ののがはらりと服をはだけていく。まさかここで。はい、いけませんか。黒く長い艶やかな髪が夜風に揺れて波打っていた。綺麗だ、思わず心の中でつぶやいてしまうくらいにその姿は美しかった。いや構わないよ、為信殿のしたいようにさせてくれ。ありがとうございます、相馬さん。であればもう一つだけお願いが。聞き入れてくださいますでしょうか。まだあるのか、これでできることなら。では。あ、そういうことね。今夜だけで結構です。今夜だけで結構ですから、呼び捨ててください、ためのぶと。わかったよ、ためのぶ。嬉しそうにためのぶ殿の、いや、ためのぶの口元がほころんだ。そんな風に、そんなためのぶを体ごと引き寄せた。そして朝になって、名残惜しさが表情に滲んでいたが、昇り始めた太陽を仰ぎ見て、ためのぶ殿は無理やりな笑顔を浮かべた。本当に丸一夜お付き合いいただけたんですね。なんだか夢みたいです。夢じゃないさ、それはためのぶ殿が一番よくわかってるだろう。はい。ですが指摘されると恥ずかしいです。この表情が可愛くて、俺は小さく微笑みながらためのぶの前に背を向けてかがんだ。ほら背負ってやるよ、まだ歩けそうにないんだろう。そんな、そこまでしてもらうなんて悪いですよ。いいから出ないと、そろそろ朝のお勤めが始まるぞ。すみません。ではお言葉に甘えて。背中にその重みを感じて歩き出す。その道中、不思議なことに背中に2つの大きな膨らみを感じながらも、そういう気分にはならなかった。昨夜十二分に乱れたからだろうか。それをためのぶ殿も感じ取ったようで、諦めるような吐息がこぼれてきた。やはり私はどうやっても相馬さんの恋人になれないみたいですね。名残しさと諦めが絶妙な割合で滲んだ声だった。答えられず黙っていると、何か思いついたように背中でためのぶがあっと声を上げた。そうだ、恋人は無理でも私と義兄弟のちぎりを結んではいただけませんか。本当に三国志から来たな。義兄弟、それはあれか、本当の血縁ではないが兄弟のように支え合うという、あの。はい、愛し合うことは無理でも、せめてそれぐらい深い絆で相馬さんと結ばれていたいんです。まるで遠縁の誓いだな。相馬さん、三国志を読まれたのですか。ああ、為信殿が理想とする関雲長なる人物がどんなものなのか知りたくてな。為信殿が憧れるのもわかる、立派な書だな。はい、そうなんです。義に厚くて公明正大で、なのに武将としての実力も一級で、まさしく私の理想なんです。沈んでいた声がやっと明るくなる。そんな様子を肩越しに笑って、俺はさりげなく言った。兄弟ならタメノブ殿って呼ばず、ずっとタメノブって呼び捨ててもいいよな。はっとタメノブが息を呑む。ぎゅっと首に回された手に力が込められた。やがて熱くほてった吐息が首筋に吹きかかり、震える声が鼓膜に流れ込んできた。あ
この津軽為信、相馬さんのため、兄のため、誠心誠意お仕えすることを約束します。ああ、よろしく頼むぞ為信。妹よ。はい、ってことでこれで絆がですね、じゃあ今回のはちょっと予想外かな。さ、取り出す直前に名前を調べて、服が綺麗だなって思った、まあ、服が綺麗だし、まあ、あの人自体も綺麗だっていうのもあったんだけど、それを踏まえた上で、性癖がびっくりしたね。まさか露出癖があるとは思わんかった、俺も。で、意外に、そう、露出癖があって、まあ、癖づいてるから、しょっちゅう言ってくる、みたいな。そんな流れになるとは思わんかった。今までこれもなかったパターンだな。ただ、今回は、トーマに好きな相手がいるパターンだったね。このパターンね、俺、なんかちょっと微妙な感じをするときもあるんだよな。まあ、今回のは、まあまあ良かったかな。これは。最終的にはまあなんか義兄弟で妹、兄妹になったっていうのもあったし、なんかね、キャラによっては結構身を引いてるイベントもね、今まであったんじゃなかったかな、どっかで。それもあってね、ちょっとできたら、まあ本来は多分物語のあれっていうのもあって避けてるんだとは思うんだよね。今回もそうだけど、まあ、ストーリー上は剣心と結婚するっていう話になる。それもあって多分、まあ、あと、まあ、マンネリを避けるためなのかな。どれもこれもなんか最終的に結ばれていくっていうんだと、やっぱマンネリ化してくるっていうのもあるのかもしれないね。まあ、でも、今回のもとても楽しかったですね。では、ここまでのご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ちょっと今回長くなってしまったんですが、ありがとうございました。では、また次回お会いいたしましょう。お疲れ様でした。